サントアドリアーダ・バゾスは、スペイン・カタルーニャ州バルセロナ県のムニシピ。バゾス川の川口付近、バルセロナとバダローナの中間に位置し、バルセロナ都市圏に含まれる。スペイン語による表記は、サン・エイドリアン・デ・ベイソス。公式名は、カタルーニャ5名。定住地としての起源は1012年、バゾス川砂岩にあった、教区教会周囲の集落にある。 その後の集落は農村地であり続け、都市バルセロナと緊密な通商関係を持っていた。集落はバゾス川に近いために通称バズザーダスと言われる洪水に苦しんだ。集落は1114年にイスラム軍に破壊され、1697年にはバルセロナ侵攻の中継地点とみなされ、フランス軍から攻撃された。産業革命が始まると、 サントアドリアは工業の街となり人口が増加した。20世紀初頭、新たに2カ所の火力発電所が設けられ発展に弾みがついた。1926年、バゾス川を境としてサントアドリアはバルセロナとバダローナに吸収され、行政上も地図上からも独立した自治体としての姿を失った。しかし不思議なことに、 マドリードにある政府の方針に反して、フランコ体制の1955年まで事実上の地方自治体として存続していた。スペイン内戦期の1938年、発電所や工場を持つサントアドリアは、軍事的な関心を呼び、戦略的条件から爆撃を受けた。ロダリアスだ、カタルーニャ鉄道のサントアドリアーダ・バゾス駅がある。トラムのトラム・バゾスが通っている。 バルセロナ地下鉄のバルネーダ駅がある。ありがとうございます。